はい、どうも、ゆたです。今回は、愛車紹介シリーズちょっと久しぶりにやっていきます。で、今回は S2000 なんですけど、僕の友達の、以前ゴルフワールで紹介で出てた方、カン君っていう方なんですけど、今回は S2000 に乗り換えたんでちょっと紹介していきます。これは何年式ですかね。これは2006年式です。2006年ってことは AP2。 そうですね、 AP2 です。後期ですか、ね、後期の 2200cc の 2.2 ですね。ってことは242馬力だったかな、カタログは。242馬力、はい、細かいですけど。なるほど、はい。 AP1 だと何馬力なんですか。250だったと思います、カタログは。250、はい、AP1 の方が。じゃあ馬力は、ピークの馬力はカタログ上は出てるらしいで す, です、ね、はい。ただ後期はトルクがある。そうですね、という感じですか、ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと早速外装周りからちょっと見させてもらいたいと思います。じゃあフロントから見ていきたいんですけど、まず変わってるところっていうと、変わってるところはこのフロントのリップスポイラーですね。あ、リップですね。これはどこのですかね。あの無限のパクリモンですね。無限のパクリモン。パクリモンですね。ヤフオクで見た。なんかちょっと柔らかい材質で。なるほど。はい。まあちょっと無限には申し訳ないんですけど。パクリモンということは、じゃあ、まあ無限もこれが出てるとか。そうですね。ほとんど形一緒で。あの意外とヤフオクで安い買ったんですけど。はいはい。チリの愛もすごく良くて。ああ。意外とこれものに関しては意外と。じゃあいい買い物をしたということで。そうですね。で、まあ板金上げ塗装してもらってっていう感じですね。なるほどですね。はい。あとはこのケインフック。ケインフックですね。これがないとサーキット走行会、あの NG の走行会に出たので、まあ、とりあえずつけたんですけど。まあ、必需品ですよね、まあ、サーキットでは。とりあえず今一時的につけてるような状態ですね。あとはなんかちょっとナンバーが傾いてますね。ナンバーなんか傾けるなんかキットみたいなのがあったんですけど、まあ、あんまかっこよくないんで、そのうちこれ外しますね。あんまかっこよくないです。せっかくこれもバンキーで塗ってもらったんですけど。ああ、なるほど。はい、ここっていうことですよね。あ、そうですね。まあ、ちょっと出っ張ってあんまかっこよくないです、ね。なるほど。まあ、ヘッドライトは純正で、年式の割にはかなり綺麗。かなり綺麗ですね。前のオーナーの方は非常に綺麗にされてたんだと思います。で、横、ホイール。ホイールはこれはどこのですか。これは、TWS 製の T66F っていうホイールになりますね。フロントが、あ、両方とも17インチで、フロントが 7.5J のプラス45で、リアがですね17インチ 9J の54っていうオフセットになってます。なるほど。結構純正としては攻めたサイズになると思います。で、まあ、ツラはギリギリですもんね。まあ、ツラは前後でこんな感じで。これの TWS ってことは単造ですよね。そうですね、単造で非常に軽量 で特約店限定の、グロスブロンズっていう色になってます。買える店が限られてるようです。いい色ですね、はい。でタイヤは、ダンロップの、ディレッツァ Z3 っていう、まあ、ハイグリップ寄りのタイヤ、まあ、ハイグリップタイヤですかね、うん、そうですね。まあ皆さん結構使ってるハイグリップですよね。そうですね、はいはい。でブレーキローターがディクセルの FS っていうタイプだったかな。あの焼きが入ったやつ、ちょっと名前が合ってるかどうか分かんないんですけど、スリットタイプ、スリットのタイプ でパッドは、パッドは制動屋のパッドが入ってます。ちょっと名前が忘れてしまったんですけど、はい、なるほど。結構効きがいいパッドですね。フィーリングは結構あの初期がガツンか奥が効くかどっちタイプ。結構初期もガツンと効いて奥も効いてる感じで、リニアで、はい。結構じゃあ扱いやすい、扱いやすいですね。初期の効きも結構いいですね、はい。それはいいですね、はい。でこの横、このサイドスカートみたいなやつは、これは車外ですか。あ、そうですね、これがチャージスピード製の、あ、チャースピー、はい、サイドスカートになってます。これ、はい、あの以前言った VAB のオフ会で、全国オフでチャージスピードさんのあのイベントをね、あのブースがあったんですけど、まあ、出展してましたね。はい、そこで S2000 の、サイドスカートを買ってしまうという、はい、またなるほど、はい、そんなエピソードがあります、はいはい。リアのブレーキローターも
一緒で。一緒ですね。で、パッドがエンドレスの CCRG っていうのが入ってます。CCRG。はい。もともとフロントも同じの入ってたんですけど、まあ、フロント先なくなっちゃったんで、また別のもんが入ってますね。サーキットよく行ってますもんね。はい。なるほど。で、このね、リアはね、やっぱこの、大きい GT ウィングですよ。これ、フォルテックスの、なんていうタイプですかね。確かタイプ、いや、ちょっとわかんないな。これ、タイプわかんないな。なんてやつだったかな。いくつだろう、ね、中古で譲っていただいたやつなんですよね。ああ、なるほど。あ、ボルテックスならいいんじゃねえかなみたいな、まあ、はい、間違いないですね、はい、でこのマウントもセンターのやつ、はい、センターの専用のやつですね。補強パネルは後でね、裏をお見せしたいと思ってるんですけど、補強パネルもしっかりついた、結構ガッチリついてます、ね、はい、全然揺れないですね。で 225mm だったかな、高さが、あ、ここのね、はい、高さがっていうことですか、はい、で好み的に言えばもうちょっと低い方が私は好きなんですけど、まあちょっと中古で譲ってもらった関係もあるんで、まだそこから変えてないんですけど、まあ、色はき、はい、ね、ブースと同じ高さで、そうですね、聞くところにダウンフォースも結構効きそうで、そうですね、話によるとルーフと同じ高さでダウンフォースが重要だってことなんで、まあ本来であればこんぐらいの高さが必要なのかなって感じがします。まあ、富士スピードウェイの 100R なんか走ってるともう全然もう挙動が違うんで、あるかないかで、まあ、まあ見た目は好き好きだと思いますけどね。まあ、タイムはどのぐらい伸びたんですか。タイムはね、これがあるかないかで 1.5 秒ぐらい変わりましたね。おお、だいぶ変わりますね、はい、全然変わりました。まあ慣れの部分もあると思いますけどね。なるほど、はい、まあ見た目は好き好きですけどね。幅もじゃあ車検対応、幅も車検対応ですね。もう完全に S2004 ですね、はい、なるほど。あとはじゃあマフラーですかね、変わってるのは。そうですね、マフラーがこれ HKS のスーパーサウンドマスターっていう、スーパーサウンドマスター、はい、非常に音にこだわって作られたというマフラーで、結構 S2000 あのいろんなマフラー出てるんですけど、結構子守音が目立って、前はジェイズレーシングのフルチタンマフラーの、はいはいはい、つけてましたね、はい、一本出しマフラーつけたんですけど、これ確か純正マフラーが 24-5kg あるんですけど、ジェイズレーシングさんのやつだと 3kg ぐらいになるんですね。超軽量になるんですけど、ただこの HKS さんのやつは 14-15kg だったかな。まあちょっとステンレス製なんで比較的重いんですけど、まあ音はすごくいいですね。音にこだわっただけあって。で、かつ、こもり音がほとんどない。中も非常に快適で。で、排気管を長く取り回してるらしくてですね。あの、ホルン型に、ちょっと見にくいですけど、一周、こういう風に回ってるんですね。で、なんか、長さを稼いでるらしいです。で、これは、左右2本出しですね。ネイルは非常にいいです。良さそうですね。はい。で、ルーフは標準のルーフですね。ソフトトップになってます。買った時はなかったんですけど、なんと傷が、ここに亀裂が入って、もうあと少しで雨漏りしてきそうな感じなんですけど。S2 あるあるの位置なんですかね、ここって。そうらしいです。まず最初に右側のここが切れるらしいです。まあ、折りたたむんで、こっから、行っちゃうんですかね。はい。まあ、張り替えるか、直すとちょっと継ぎ目が出るんでね、直すようがあるのかどうか知らないんですけど、このままではちょっと入れちゃってくださいみたいな感じなんですかね。そうですね、まあ、ちょっと狭そう、きつそうですけど、ちょっときついですね、これはね。何言ってんねん言わせたの誰だって話なんですけど、はい、ちょっとじゃあルーフの開閉見たいんで、はい、ちょっとお願いしていいですか。はい。でルーフはですね、左右のこのフックを外してキーをオンにしてサイドブレーキがかかってれば OK です。でルーフの開閉ボタンを、なるほど、ちょっと感じで開けます。外から行きましょうか。撮ってみますか。じゃあ開けてお願いします。開けていきますね。はい、気分爽快。思ったより結構開くのが早いですね。そうですね、6秒ぐらいで開いちゃいますね。6秒はい、約結構早いですね。はい、ダブル RX の0100よりは遅いね。そうですね、120キロぐらい出ちゃうんじゃないですかねその間に、はい、なるほど、はい、で続いて中ですかね。そうですね、中が結構いろいろ追加メーターがついてるみたいで、はい、そうですね、まずステアリングがあのワークスベルのラフィックスですか。
取り外し式になってます。ちょっと取り外さないでフルバケ入れてるとかなりきついんで、乗り降りが、そういうのをつけてます。でステアリングは OMP 製のスウェードタイプになってます。でホームボタンだけホンダ純正の NSX のタイプ S 純正の、おお、なかなか渋いの渋いやつをつけてます。持ってきました、ね、ちょっと純正じゃないですけど、結構まあ王道な やり方なんですけど、かっこいいですね。はい、まあ、タイプ R じゃないんでね、 S2000 はタイプ S をあえて選んでます。はい、でシートは前のゴルフから使ってるレカロ RSG の CL という、まあ、レザーとアルカンターラを採用したやつを、まあ、2脚、これかなり RSG でも一番高いやつじゃないですか。まあそうなんですよね。ちょっと前の車がですね、本革シートだったんで、お店の人にこれじゃないと似合わないよって言われてね、乗せられちゃってます、ね。乗せられて買っちゃったのが、そんな経緯があるんですけど。まあ S2000 でもね、結構革使ってるとこ多いんで、こういうとことか。意外と似合ってるんじゃないかなと。そうですね。かなり。内装にも似合ってるんじゃないかなと思います。じゃあ、中に座ってご説明しますけども、まずメーターがデジタルメーターですね。ね、初代の1999年に出た頃からこんなようなメーターになってますね。はい。で中はいろいろついてますけども、まあ、レーダー探知機なんかとドライブレコーダーが、ついてます。ドライブレコーダーは、画面がないタイプで、レーダー探知機と連動しています。でレーダー探知機の方では、いろいろな情報を出せるようになってます。結構これ OBD からですね、いろんな情報を取ってタッチパネルでこのフロントが見えるようなそんな仕組みになってます。結構便利ですね。これ僕と一緒ですね。そうですね、いいですね、はい、コムテック製ですね。で一番の見どころになるんでしょうか。もうこれ皆さん気になるメーターですよ。ちょっと反射しちゃってますけど、デフィの DSDF というメーターになってます。これ3連メーターとかで有名なデフィーさんの、最新のデジタルメーターなんですけども、いろんな機能があって、これ左上から油圧、ギアポジション、水温、2段目が、油温と回転数、スピードメーター、ラストタイムですね、最後のタイムとベストタイム、あと GPS のスピードで、右下が現在のタイム、そんなのが見れます。サーキットで使えるってことですね。そうですね。で、モードがいくつかあって、切り替えれば G メーターになったりとか、こういったデザインのメーターになったりとか、このようなデザインのメーターになったりします。非常に便利です。値段的にはね、非常にこれ買うと高いんですけど、3連メーターとフードを買うことを考えると、ほとんど大差ないぐらいの金額になるので、今回はあんまり3連メーター自体は好きなんですけど、ちょっとインパネも結構狭いんで、つけるとですね、視界の影響が出るんで、あえてこっちにしました。まあごちゃごちゃしなくていいですよね。そうですね。で、最近の車ではなかなかないんですけども、車外のナビがつきません。カーナビがつきません。あら、これびっくりしました。衝撃的ですね。純正ナビはついてるんですけども、もともとついてたんですけど、ここの位置にモニターだけが入って、ナビのユニットはトランクにあるっていう、非常に、なかなかない。で、画質もですね、平成初期を物語るような、今時ないような画質のナビで、もちろん新東名高速とかもないような時代のナビで、もう更新も終わっちゃってるんで、もうあえてナビはもう取っ払ってしまってですね。で、2D ナビもつきそうなんですけど、車外の奥行きの部分で、この辺にエアコンの配管があるらしくてですね、そのエアコンを殺して、助手席の人が熱い思いをするかとか、そうしないとですね、ナビがつかないので、あえてここは外しました。で、オーディオはこちらにありますんで。あ、そんなとこに、そんなとこに、はい、オーディオがあるっていうですね。私もカーナビ付きの車しか乗ったことないので、初めてこのね、カーオーディオを買いました。まあ、あとはスマホホルダーですね。ナビがない代わりスマホのナビを使うんで、こういったちょっとしっかりしたタイプ。これ便利で、スマホを置くとですね、閉まるタイプですね。あと困るのがカップホルダーですね。カップホルダーが全然ないのとですね、ここに純正であるんですけど、今余計なもん入ってますけども、まずここに 500mm のペットボトルだとシフトの邪魔になります。全然使い物になりません。あるあるなやつです。はい。まあ、しょうがないので、まあ見た目はあんまかっこよくないですけど、こういう、
あのエアコンの吹き出し口につけるタイプと、すげえそれ、なんかウィーンってなんかオイルダンパー付きらしいです。カーメイトだったかな。はい、であとここね、はい、もう内装に穴開けてですね、もうつけちゃいました。あとここに足元、右側の足元に S660 の純正だかオプションだかのやつをつけてます。なんかちょうどぴったりつくんですよね。ただ純正なんで非常に高いです。あとはシフトノブを変えてる、まあ、ETC をつけるとかですね。でエアコンも、マニュアルエアコンですね。オートエアコンではありません。時代を感じる、時代を感じますね。で余計なものがないですよね。もうエアコンのスイッチを見るあたりも、もう運転席、運転手が、全て任せられてるような感じですね。はい。あとまあ衝撃的なのはグローブボックスがないとこでしょうか。グローブボックスがありません。そこを開けてもエアバッグのユニットしかありません。エアバッグがここにありますけども、非常に収納に困ります。収納といえば、心、背中の部分に、物が入って、そこにはあの余計な、あの余計なものじゃないか、ラフィックスの鍵ですね、物が入ってる程度ですね。でここにサングラスとかティッシュが入ってます。ここの上側のですね、荷物入れはですね、買ってから3ヶ月後ぐらいにあることに気づくっていう、はい、まさかのまさかのこんなとこにあるんだっていうような感じですね。はい、っていうところですかね。室内はそうですね。あとはナビがつかない分バックカメラがないんで、後付けでモニターとカメラをつけてですね、スイッチでつくようにしました。スイッチでつくか、またはバック入れるとつくみたいな、そんなバックカメラ、トラックによくあるようなタイプのモニターをつけました。ちょっとね後ろが見にくいんで、はい、そんな感じですかね。ですね。はい、はい、で続いてトランクですけども、先ほど言った、補強パネルですね、リアウィングのこれがもう専用の形になってて、あ、これすごい硬いんですね。しっかりしたやつがすごい硬いですね。ついてドリルで穴開けてリベット止めして、ウィング自体にはあのボルトで止めてますけども、まあ、1決めももうこれ以外に1決めようがないんで非常につけやすかったですね。はい、でトランクですけども、意外と荷物入ってますけども意外と広いです。まあタイヤはもちろん乗らないですけども、旅行行ったりサーキットの荷物をフルで詰めます、問題なく。で奥側にスペアタイヤが入ってるんですけども、スペアタイヤ取っ払っちゃってます。スペアタイヤを取っ払った代わりにあのパンク修理剤、最近の車に多いですけども、私はそういう風にもうしちゃってます。あまりにもちょっとそうタイヤがあると荷物が乗らないんで、はい。であとはここも結構深くてですね、ちょっとすみません、動画していただけますかね。はい、深くてこのぴったりの、すんごいぴったりのこのボックスがあるっていうことで、 S2000 に乗ってる人にはちょっと有名な話らしいんですけども、非常にぴったりのケースがあります。すごいね。はい、で深さがこうぐらい、まあ、ちょっとタオルの余計なの工具とかがありますけど、でここに必要なパンク修理剤とか応急的なものが入ってます。で意外と深くてですね、意外とトランクは広いかもしれないですね。結構2両がかなり詰めるトランクですね。はい、そうですね。結構まあ普通に乗る分には問題ないぐらいの広さを備えております。まあ、結構比較的広くてですね、まあ日常使いにもまあそほど問題はないかなと思います。まあ、どの動物が何匹入るかっていうのは僕の知識の中ではございませんので、それは、はい、某 YouTuber の方に見ていただければ、あの方に聞いてみます、はい、そうですね。はい、はい、車高調が、私変えてるんですけども、車高調は HKS 製のハイパーマックス SP というものが入ってます。バネレートは前後16キロの、まあ、結構硬めの車高調が入ってますけども、これトランクであの専用の工具であの減衰調整できますけども、左がですねエアコンの、あ、エアコンじゃない、ガソリンのホースがなんていうんですか、給油の、パイプがあるもんですから、非常に車高調の交換に苦労しました。なので専用の、車高調のこのアジャスターが、あの離れたところに使う用のアジャスターがここで減衰調整ができるんで、まあ比較的容易に、まあフロントもそうですけど、簡単にできます。
はい、続いてボンネットです。はい、かっこいいな。そうですね。エンジンとかの見た目は非常にかっこいいですよね。これぞスポーツカー。そうですね。赤ヘッドで。縦置きエンジンでね。そうですね。私初めての FR 車なんですけども。これが 2200cc の VTEC エンジンになります。F22C っていう型だと思います。で、変えてる部分で言うと、この吸気ですね。このジェイズレーシングの吸気が入ってます。ここから、チャンバーってやつですか？そうですね。ここから空気を吸って、冷たい空気のまま送れるっていうのは優れた製品で、まあ音も非常に吸気音もかっこいいですね。で、まあ、経年劣化が見えたんで、ラジエーターのホースと、それと同時にもうラジエーターも変えてしまいました。これはトラスト製ですかね。グレッディの、2層のタイプ。もうすごい比較、安価な。ラジエーターですけども、まあ、これも非常に効果が大きくてですね、どんどん水温普通に走ってるとどんどん下がりすぎちゃうぐらいで。なるほど。はい。オーバークール。オーバークールぐらいになっちゃうんで、もう、プラダンを、一般道ではプラダンを入れて、風の当たる隙、範囲を少なくしてます。あと、アーシングは前のオーナーがやってましたね。あとは、無限の駅マニですね。おー、なるほど。が前のオーナー変えてもらってましたね。はいはい、で、あとは見えない部分ですけど、ボディ補強が結構やってあって、フロントからリアにかけてのつなぐ補強パイプとか、そこら辺も結構やってました。あと H ケースのメタルキャタライザーも入ってたりとか、あとはでもそんなもんか、排気はそんなもんですね、はい、あと ECU やってる。そうですね、 ECU が J's レーシングの ECU に入ってるので、もともと ECU、 J's レーシングのマフラーと吸気が入ってる頃はもうすごいパワフルでした。さすがもうすごい、はい、セッティング合ってんだなと。まあ、H ケースにしてもそんなに変わらない、大きくは変わらないですけどね。推定馬力とかあるんですかね、何馬力ぐらい。いや、特には書いてないですね。ちょっと測ってみたいなと思いますけどね。なるほど。まあ、NA なんでね、そこまで、すごい急に上がってるとかではないと思うんですけどね。まあ、あとは、まあ、エンジンの搭載位置がですね、まあ、フロントの車軸より内、この、より内側っていう、まあ、フロントミッドシップ方式なんで、まあ、非常に手前に来てますよね。タワーバーはつけてません。いろいろな S2000 乗ってる方にすると、特にアタックする方、サーキット行く方はもう非常に、つけてる方が少ないらしくてですね、私もちょっとつけてみたかった、格好も含めてつけてみたかったですけど、つけていません。じゃあちょっと車を走らせてもらいたいと思います。突然の雨、突然の雨、スコールってやつですね、この日のためにさっき上がってきたんですけど、洗車してきたんですよ。残念ですね。残念ですね。3年もあるよ。3もすごいね。3つも駐車券やるとこがあると。料金は220円。割引クレジットカード効果または、いや高いぞこれ、駐車券やるの。領収書の必要な方は領収書ボタン。こういうところが低い車のデメリットですね。ご利用ありがとうございました。ありがとうございました。またのご利用を待ってください。まあバネレートも非常に高めですけど、純粋ちょっとやらげめな人や、まあ、そんなに問題ない。うん、しかも街乗りも。前後ダブルウィッシュボンですもんね。そうですね。レバー紐もあるんで、まあ、普通のストラットとかに比べるとバネレート高いように見えて、全然そんなに硬くないですからね。そうですね。ボンネットが長いんで、ね、結構前まで見えないんですよ。なるほど。普通に乗ってる分には静かですね。そうですね。これ S ケースもまだまだで、全く普通の車っていう、まあ、感覚で走れますよね。僕のイメージだと、ホンダ VTEC イコール爆音うるさい気違いみたいな。まあ、そういう人は多いですよね。まあ、私もそういうの好きなんですね。ちょっと気違いは言い過ぎかもしれないですけど、まあ、僕そういうの好きなんで、嫌いじゃないですよ。ような車じゃないんですけど、まあ
車2016年式なんですけど、これ2006年式なんで、もう丸10年差があるんで、なかなか S2000 からゴルフになる人とか、そういうドイツ車になる方は いそうですけど、逆の方はなかなかいないんじゃないですかね。うん、確かに。前の車はね、LED ヘッドライトで、対向車も避けちゃうような、非常に優れたヘッドライトとか持ってたり、流れるウインカーとか最新の装備だったんですけど、これは普通の HID なんでね、久しぶりの HID 来てますけど、はい、なるほど。いや、ここないですね。でね、買った時の衝撃はですね、まず家の車庫に止めた時に、ミラーを畳もうと思った時に、一生懸命ミラーのスイッチを探したんですよね。そしたらね、そもそも電動格納ミラーがないっていうね。あ、手でこうミラーを閉めるみたいな。電動格納ミラーないとまだ初めて思いましたよ。ABS とエアバッグという安全装備はこの時代から、まあ、ありますね。まあ、2006年ならまだ、まあ、普通かもしれません。まあ、多分99年から出た時からあるんでしょうね。この車、まあでもそうやって前の車は、ね、新しい車で、まあ、すごいいい車を乗ってらっしゃったんですけど、この S2000 を買った理由がね、ちょっと逆に知りたいなっていう。これをした理由はですね、まあ、ゴルフで結構サーキット行ってたんですよね。ゴルフでサーキット行ってて、非常に直線とか速いんですけども、別にコーナーも遅いわけじゃないんですけど、まあ、色々と電子制御が色々あったりとかですね、車がよくできすぎちゃってて、ドライバーに依存する車っていうんですか、ちょっと全て遊べる車っていう、まあ、っていうのがあってですね、まあ、特に FR に乗りたかったっていうのが一番大きいですよね。まあ、四駆だし、電子制御の塊だし、そうですね、まあ、誰でもすぐ速く走れちゃうみたいな。そうですね、嫌な言い方すると、誰が乗っても速く走れちゃう車っていうのがあってですね、まあ、普通に乗る分には最高の車なんですけどね、そう考えると、こういう車が欲しかったのが一番の車ですね。まあ、あと2007年以降の S2000 になると、トラクションコントロールとかついちゃうんで、あえてそれ以前の年式を買ったっていうのもありますね、探した中でも。ああ、なるほど。まあ、2007年以降の年式、特にタイプ S とかいうのは高くて買えないですけどね、そもそも。高いですもんね、今。めちゃめちゃ高いですね。ちょっとここでね、ロードバイパスに乗りたいと思いますけど、このインターはすごいグルグルしてるよ、ね、確かに。普通の人がいたらわけわかんない。合流だったら、まあね、首都高横横方面とロードバイパス八王子方面に分かれる。まずこの合流も短いですしね、長い方だけ大変ですよね。エアトロックあるんで、AP1 の方が、好まれる方多いですけど、まあ、私も本当は AP1 欲しかったんですよ。 AP1 と最終型が同じ外装なんで、その年式が欲しかったんですけども、まあ、たまたま知り合いの中古車というか、ホンダディーラーにこの中古車が入ってきたっていう縁もあってこれを買ったんですけど、非常に満足してます。どうしても 2.2 リッターで8000レブなので、せっかくちょっとでも AB1 に近づけたなということで、ECU を変えて、